シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。両家の件は最新情報を紹介していくってやつだぜ。さあ、というわけで今回は最新情報を紹介していきたいと思うぜ。で、まあ、昨日のモンストニュースまとめで、昨日発表された内容の、まあ、追加情報も紹介しようと思ったんだけども、公式サイトが全然ね、更新されず、まあ、今日更新されたから、その追加情報も紹介していきたいと思うぜ。さあ、というわけで、まずは最新情報、これ、天魔ガチャ開催。いや、もうほんと突然やってきたよ。まあ、近畿もあるから、まあ、天魔もね、こういうタイプのガチャ、まあ、実施されると思ったんだけども、早速やってきました。で、これが8月13日土曜日から始まって15日月曜日に終了するということなんだけども、まあ、選ばれたのはこの4人。シュブニグラスに中富の鎌足り、ぬかたの大きみ、ブーゲンビリア。まあ、この4人組がね、今回選ばれたんだけども、まあ、この4人の解説と、まあ、このガチャね、どうすればいいのかっていうのを説明していくんだけども、まあ、どのキャラも各まで最強レベルを誇る。まあ、最強レベルを誇るというか、強いんだけど、まあ、この子たちいないと全然適性揃えないよねっていうところが結構でかいよな。というところなんだけども、まあ、実際に自分が使ってみてよかったところを簡単に、解説していきたいと思うぜ。さあ、まずは、ぬかたの大きみ、八の間の貫通爆の適性をもらっていて、まあ、超バランス型に超アンチワープ、SS でパワーフィールド展開できるから、まあ、火力出していけますよというところで、すごい良かったのが、その SS ターン短縮で、まあ、早く撃てて、さっきも言った通りに火力出せるその状況で、この八の間というのがラウドラバリア展開されていて、まあ、ギミックをフル活用して、それを割ってから殴ってくれってとこなんだけども、そのギミックを利用せずに、もうゴリ押しで、そのボス縦貫横貫して、ザクザクいった場合でも、最後にバリア割れて、その最後の数撃でも、めっちゃ削ってくれるという点が、まあ、なかなか良かったかなと、それに結構助けられたからな。で、さらにソウルスティールで回復できる点も、まあ、地味に OK。さあ、というわけで次は、中富の鎌足り、2の魔適性をもらっていて、いや、この子がマジでやばい。で、この2の魔の、難しさの評価、まあ、いろんな方の見たんだけども、すごい差がある。まあ、めちゃ難しいっていう人もいれば、すげえ簡単だったよって人もいるんだけども、その原因が、この子。中富の鎌足り。マジやばくて、SS の1段階目を打つだけで、ボス戦の難しい雑魚処理が、もうほんと簡単に適当に打つだけで終わってしまう。途中出てきた侍雑魚もまたバーン倒してしまうし、まあ、そういう強さがある。さらに、連撃キラー L で火力もすげえ出せるし、マジ優秀だったかなと。さあ、というわけで次は、ブーゲンビリア、5の魔の適性となっていて、まあ、5の魔の火力要因を、まあ、SS も含めて、すごいね、ダメージを出してくれる。まあ、アンチ魔法陣対応していないんだけども、その SS が8ターンで撃てるから、まあ、なんだかんだ回避できる。まあまあ、でも結構ヒロコの時多いけど、で、そう考えていくと、磁気杯がアンチ魔法陣ね、持っているから、まあ、磁気杯いいねってなるけども、磁気杯はやっぱね、重心が下位だから、コネクトスキルの関係上を、この子ね、やっぱ入れた方がいいと思うから、まあ、そういう意味でもすごいね貴重なモンスターかなというふうに思うぜ。さあ、というわけで次はシュブニグラス7の魔適性となっていて、まあ、俺3体入れて使ったからなんかすごいね一緒に過ごした時間が長いんだけども、まあ、この子は耐性 M 持っていて水属性耐性 M でまあねダメージを防げる。で、さらに SS 単短縮と SS 単チャージがあって、まあ、SS を早く打てます。仲間にも早く打たせてあげれます。で、超スピード型だから、まあ、いつかハマる作戦が結構できる。で、SS がボス地味削りに雑魚処理もできて、これなかなか優秀だったかなというふうに思うぜ。さあ、というわけでこれが4人組の解説でしたということで、まあ結論最初に言うと、おすすめできない。まあ、そりゃそうだよな。まあこのタイプの限定ね、狙えないようなガチャとか、まあそういうのはおすすめできないし、今時期が時期だよな。ワンピースコラボ決定しているという状況よ。マジで。うん、だからまあ大半の人は引かないと思うんだけども、まあ、やっぱりよ、天魔制覇したいという人、絶対いるよな。うん、やっぱ報酬がもう本当にすごいし、それをね、逃したくない。もう本当に今までね、結構モンスト勝ってきたのに、天魔でキャラいなくて勝てねえ、なんなんその、ふざけんじゃねえよっていうね、思ってる人絶対いるのよ。
だから、まあ、余裕があってどうしても天魔制覇したい、マジでムカついてますよっていう人、かつ3体以上持ってないモンスターがいる場合のみ、まあ本当に、まあもう本当にもう引いてもいいのかなっていうところではある。2体以上持ってたら絶対出るから、そのモンスターが、もう高確率で、まあ、もう 99% 言ってもいいわ、モンコレン時みたいになるから、それちょっと気をつけた方がいいのかなと。でも全体的にはやっぱおすすめできない、ワンピースコラボあるし、しかもそのコラボの情報をね、見れないしね、この状況で、あの2日間だから、まあ、というふうになってるぜ。 OK。 さあ、というわけで、まあ、8月ガチャラッシュね、こんなもんどんどんバー出てるわけ。まあ毎月調べたら若干早いペース、まあ、今回の天魔のこの何なんだ、天魔のガチャを開催したいから、まあこうやったのだろうか。まああのワンピースコラボまでに一気にガチャをドッと終わらしたいっていうのもあると思うんだけども、いやーほんと早くレッドスターズ開催して安心させてくれ。アルワシリーズがね、新しいの来なかったから、まあ、ワンピースコラボがそのね、8月後半のガチャになると思われるの。まあそうなるよね。そうなっていくんだけども、やっぱり映画のネタバレね、8月15日までしないでねっていう関係上、こういうことになったんだと思うよ。だからもう本当に普通のガチャ開催してくれると思う。コラボキャラがね、3体、星5、6いて、星4、5、2体のいつも通りのガチャを開催してくれると思うけども、まあね、レッドスターズ開催して安心したい気持ちがあるよな。まあ、でも最近ね、聖徳太子が追加されてからは、23日付近で開催されているから、まあ、どうなるのかってとこだよな。まあ、そういう風になっているというわけで、次は、アゲインガチャの最新情報として、千早、ね、対象外だから、これお忘れなく、8月1日よりも、後にね、追加されたモンスターはここにいません。だから、新しいね、ガチャの、あの、マビノブギオンとか、そういうタイプのやつも出てきません。はい、というわけでね、アンケート取ったのよ。アゲインガチャ。皆さんどれ引くかってやつで、こんな風になったわ。まず、最初の、レギュラー 8%。で、次、セーフティーとチャレンジがまさかの同率。46%。いやー、結構やっぱみんな迷ってるよな。まあ、セーフティーね。絶対50連引けるから、まあ、いろんなモンスターをね、獲得できるチャンスはあるんだけど、まあ、前の、そのアゲインガチャ考えると、結構よ、限定1体だけでしたってのが多いから、まあ、そう考えると、10連でもね、限定1体確定だから、その下のね、チャレンジでも限定1体確定だから、まあ、100連にかけるっていうのも、まあ、面白いかもしんないけども、やっぱ10連で終わった時は、なんか悲しい気持ちがあるよな。まあ、どっちがいいのかっていうのはマジね、難しいわ。だから、いろんな方がね、動画上げると思うから、それでね、判断した方がいいと思うぜ。さあ、というわけで次は、公式サイトの方にアップデートの、モンストニュースで発表されなかったものがあるから、それを紹介していきたいと思うぜ。さあ、まず見ていくと、これだよな、クエストサーチ機能がホーム画面から使用可能に。あ、これは確かにね、便利だわ。だけど、このマルチ参加ボタンの上にルームとかこれ置くのちょっと俺やめてほしいんだよな。いや、なんか、周回してる時に間違えてルーム今押すからよく。これちょっとやめてほしいんだけど、でも、まあこれスッキリするからこうしたいと思うんだけど、ちょっとこれ邪魔なんだよな。まあね、こうなりましたと。で、次、ワクワク民が同時にね、使用できるように、こんな感じで2つ得意の時にポンポンって押して、両方とも得意にできるというものが追加されました。で、次はコネクトスキルの書を使用したモンスターが絞り込めるように、ね、これまだ俺使ってないけども、こういうこともできます。で、クエスト出撃中のメニュー画面がリニューアル。こんな感じでリニューアルされます。このギミックこんな感じですよってものが、まあ見やすくなってるし、それが複数ある場合はこうやってね、移動できますってやつがあるらしいぜ。さあ、というわけで、まあこれちょっとよくわからんわ。まあなんかこんなあるらしい。はい。というわけで、ここ、待て、次だけで、あぜ、あば、よ。いいからそこに並べ。俺が焼きをしてやるからよ夜勤が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。泣きって仕方ねえ。